それはね、昔とても悲しいことがあったから。するのじゃ。
なこと旅館の手伝いなんて頼まなきゃよかった。私がこの村に呼んだせいで。さようなら、カラタちゃん。
子もちっちゃくて。あら、いやThank you.
にまだ入ってるぞよ。Thank you.
じゃ。ナンバンダブーナンバンダブー。ああ、ごはん。子供の命だけは、お助けを。Yeah.
時くじいちゃったみたい。しばらくじっとしてたら治ると思うの。つぐみさんに無事でよかったですって伝えてほしいよ。私、重いよ。私。葬式のこと伝えなきゃ。ここまっすぐ。私のままだもん。そうだよ。
の手帳。スミノ、あんた、お葬式。キャー！スミノ、あんた、何あんた、幽霊に肩貸してもらってるの？この格好は
よ冗談。私この店のオーナーの雪月さより、よろしくね。私雪月すみの。すみのって呼んでいいよ。駄菓子を5000円分も買っていったの。すごい、メイクお金持ちになってるよ。どうしちゃったのかな。さあ、ラッキーなことがあったって言ってたけど。5000円分の駄菓子か。私だったら全部あんまにしちゃうな。あんた今日のお小遣い全部あんまに使ったでしょ。お金あるの？100円だけ残しておいたんだよ。食前のデザートだよ。あ、私のあんまがないよ。あんたのじゃなくて売り物のでしょ。それもメイコちゃんが買い占めていったわ。スミノには悪いがって言って。ごめんね、変な子で。アンマンが好きでね。何が違うの？アンマンが好きじゃなくて、アンマンを愛してるの。アンマンは命の源だよ。ねえ、かなたちゃん。私も。よかったわね、スミノ。お母さん、なんで？スミノ、あんたずっとカナタ君のこと。帰っちゃうの？ちょっと待って。カナタ君が無事だったという記念にこれ持ってってよ。はい、じゃがいもが2キロに大根5本、おまけにメロンも2つつけちゃおう。お母さん、ダメだよ。
ちゃん無事とはいえ怪我してるんだから。あ、そっかそっか。栄養つけなきゃ。大根もう5本追加だよ。はいはい。蘇生祝いよ。頑張って持って帰ってね。今度はゆっくり遊びに来てね。Yeah!
方ないわ。事故でも頭を強く打ってたし。そのうち思い出すわよ。大丈夫よ。すぐ晩ご飯の支度するから先にお風呂にでも入ってらっしゃいよ。気持ちいいわよ。はいはい、そこまで案内するわね。こっちに行けば露天風呂って書いた看板が見えてくるわ。しっかり使っていれば湯冷めする前に部屋に戻れるわ。いろいろ効能があるから。腰痛にも効くのよ。あと神経痛とか痛風とか持病の癪とか痔とか、それはもうありとあらゆる更年期障害に。
丈夫なの？私は一緒に入っていたのよ。あらあら、冗談よ。さあさあ、食べましょう。いただきます。ちゃんが初めに着てた服、ボロボロだったから処分しちゃったけど、構わないわよね。いいのよ、ついでだから。あ、そうそう、今夜は吹雪になるみたいよ。
窓開けて寝ないようにね。風邪ひいちゃうから。怪我の具合もいいよね。そうね。でも明日は旅館休みだから。ええ、基本的には土日は休みなの。たまに飛び込みでお客さんが入ることもあるけど、今日みたいに。そうよ。そうね、あさってからかしらね。大丈夫よ。心配しなくても嫌というほど仕事はあるから。仕事が始まったら休みがもっと欲しいって思うわよ。でも事故に遭ったのは本当なんだから、今日と明日ゆっくりしてね。仕事が始まればありがたいって思うわよ。ちゃんって自力で起きる方？コールが聞けるから。ええ、一応旅館だしそういうのついてるのよ。あそこに内線専用の電話があるから。あれでシャープの46って押して、起こしてほしい時間帯を数字でセットすればいいから。セットしてね。それじゃ、おやすみなさい。
できる時間帯をセットしてください。モーニングコールセットされました。あなたちゃん、あんまり遠くに行っちゃダメよ。Thank you.
くいって入る。だって車は急に止まれないだよ。
お名前。お名前、教えて。まだ寝てていいのに。そう？そうね、今日は暖かい方よ。ええ。あらあら、かなたちゃん、そんなに寒いの？ガリアさんね。
じゃ先が思いやられるわね。サムさん、これからが本番よ。ここ万年雪だから真夏でも雪が降るし、大昔はそうでもなかったらしいけど、ほらこの土地に伝説があるでしょ。そのことも忘れちゃったの？ヒレンの伝説。あらあら。ま、いいわ。とにかく、その伝説によるとある出来事があって、それ以来この土地はずっと万年雪になったらしいのよ。だからそれが秘伝なのよ。すごいでしょ。そうなのよ、ないのよ。この寒さはまだまだ続くのよ。頑張って生き抜いてね。
雑貨店までの道のりってわかる？じゃあお願いね。台車から降りな。はーい。じゃあね、めこ姉ちゃん。先生によろしくね。けっ、命拾いしたな、兄ちゃん。命拾いしたな、兄ちゃん。こんにちは。さようなら。貴様、落石事故で死んだはずだろう。葬儀の手配をしたはずだぞ。私は医者の公にするな、娘じゃないんだ。
なわけないだろが。どっからどう見ても女優だろうが。ないんだがな。よかったな、スミノのおかげだぞ。子供だ。お気にするな。ほら吹き十兵衛参上。ごめん、メイコ。お待たせだよ。お？女性を受け止めてこそ男。ならばその受け止め方にも作法がある。ああ、転がる女性を受け止めるときにはこうお姫様抱っこ状態じゃないといかん。ひざまずいて。いや、そうでもなく。早いぞ、さよ。ふいにゃもう少しゆっくり転がってくるのだ。そんなの無理だよ。起こしてください。そのうち治る。ありがとうだよ。
なたちゃんがここにいるの？してたんだよ。ね、メイ子。うん。同級生のお友達だよ。あのね、メイ子はね、立花メイ子って言ってね、お医者さんの娘なんだよ。あなたちゃんを見てくれたのはメイコなんだよ。ま、貴様ごときに親を呼ぶまでもないって感じだ。メイコのお父さん、その時往診でいなかったんだよね。それでとりあえず応急手当ならメイコもできるから。それが来てみたらもうすでに死人だった。ダメだよかなたちゃん。メイコを献身的に見てくれてたんだよ。スミノ、カナタさんとはさっき偶然会ってまだあの話はしていないんだが。私ん家でお菓子作るんだよ。それでできたお菓子を届けようと思ったの。かなたちゃんの今日の予定は何かな？なんでまた？
昨日のお礼だって。いやね、そんな気を使わなくていいのに。また何か弾まなきゃね。呼んでくれるかな。逃げるでないぞ。さっきの話だが。何を驚いている？さっきの話だがな。カナタさんが助かったのはスミノのおかげだ。この村に竜神の社という神社があるのだが、あそこには言い伝えがあって、願いが本当に叶うというものだ。カナタさん、落石事故に遭った日、スミノはあそこでお百度参りをしているのだ。カナタさんが助かるよう一心不乱に願ったらしい。いいか、カナタさんは助かるはずのない体だったんだぞ。それは医者でなくとも誰の目から見てもそうだった。それが今はどうだ？傷跡すら残っていないじゃないか。スミノの願いが叶ったかどうかは私にもわからない。だがカナタさんが助かったのは事実だ。再びこの村に帰ってくることをずっと夢見ていた。10年ぶりにようやく再会できると喜んだのもつかの間、あの事故だ。二度とスミノを悲しませるなよ。メイコ様と呼べ。大切なことを教えてやったんだぞ。なんだその態度は。今から下僕だ。腰を揉め。下僕だからだ。ほれ。
遠慮はいらんぞ。
してデビューしたらどうしよう。お絵描きもしたいのに。大丈夫だ、スミノ。その時はこの芋まんの表面に食紅で絵を描けばいい。何か夢があって、カナダさんは夢はないのか？大人ぶりやがって。普通あるだろ、夢の100や200。不安定な男はやめておくんだぞ。貴様の棺桶を作ることだ。冗談冗談。私の夢は、そうだな、世界崩壊。メイコ、アグレッシブだわ。冗談冗談。カナタちゃん、もっと食べて。帰るな。帰っちゃうの？ああ、小児科の手伝いをしなければいけないんだ。この村一番のメインなんだよ。その上良心的なのよね、メイコちゃんとこの診療所。うん、寝たきりの人とかの定期検診なんかほとんどボランティアでやってるもんね。お金があろうがなかろうが、その人を助けなくてはならないからな。そう、お金で思い出したけど、メイコちゃん。はい。昨日5000円分の駄菓子を買って行ったけど、全部食べちゃったの？うん、そうだったよ。あんまんまで買い占められちゃったよ。ああ、実はあれ、通院や入院している小さな子供にあげるんです。嫌がる注射のご褒美とか、
苦い薬の後にあげたりするとすぐに泣き止んで子供の親が喜ぶから。あ、そうだったの。それは確かにお母さん大助かりだわね。景気いいわね。メイコちゃんのお小遣いなんでしょ。いえ、拾ったんです。拾った。ええ、正しくは死人になる予定だった人のものなんですけど。それが貧乏人で、レンタルビデオカードとキャッシュカード以外財布に5000円しか入ってないでやんの。はっはっは、そうとも言う。勘違いするな。落石現場に落ちていたのを拾ったのだ。どうせ死人のだしって思って、子供たちのためだ。かなたちゃん、落ち着いて。そうよ、子供のため、子供のため。思わなかったからな。人助け、人助け。そう泣くな。ほら、財布とカード類は返すから。財布、帰ってきたよ。それじゃ、私はこれで。今日はありがとうだよ。気をつけてね。はい、かなたさんもまた。私も仕事を仕事。かなたくん、元気出してね。かなたちゃん、お財布は残念だったけど、会計祝いだから。かなたちゃん、今旅館のお手伝いしてるの？
お休みになる日があるの？私は今は学園が冬休みだから。うちは毎年春頃まで休みなんだよ。雪が溶けないから。でもね、全然雪溶けないんだよ。でもこれ以上休んでられないから、名目上春に始業式。そうなんだよ。毎日ちゃんと宿題してるよ。たくさん出されるもん。いやー、参った参ったな。またやっちゃったな。いや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 。おや、君は？そうかい。いやー参ったよ。急に鹿が飛び出してきちゃってね。慌てて避けたらこの有様だよ。あー参った参った。大丈夫大丈夫、この通り怪我はしてないようだし。
さあ、君。君の家この近くかい？よかったら送っていくよ。はい、ついでだ。今私が来た道？おかしいな。この先は温泉旅館とお年寄りの家しかないはずだな。まさか、かなた君かい？君か。生き返ったのは。いやー自己紹介が遅れたね。私は立花清志郎、この村で医者をしているんだ。もう娘に会ったのかね。そうかい、そうかい。どうだい、うちの娘は可愛いかろう。とにかく乗りたまえ。さあさあ、構わないよ。どう、お使いだったのかね。この雪じゃ台車はつらいだろう。よし、待ちたまえよ。これでよし。さ、乗りたまえ。じゃあ、出発。これでも運転には自信があるんだ。はい、到着。あら？かなたちゃんに立花先生？やあ、つぐみさん。あらあら、おかえりなさい、かなたちゃん。
丈夫かい？一体どうしたの？山道の道路で大木にぶつかってしまってね。その時偶然彼が通りかかってね。あら、そうだったの。いやー、しかし驚いたね。本当に彼が生き返るとは。そうなんですの、私もびっくり。では私はこれで。大丈夫だよ。
ナタちゃん。もうすぐこの村でお祭りがあるの。決まってるじゃない、龍神様のお祭りよ。祭りなんだけど、ちょっと違うお祭りなの。昔は祭りだったんだけどね。今、鎮魂祭なのよ。伝説が秘伝だからよ。またあなたちゃん忘れてる。あらあら、そうだったわね。それでね、昔は龍神様が本当に降りてきて、それは賑やかなお祭りだったそうよ。龍神様がかわいそうだってことでね、龍神様を鎮めて平穏無事に過ごせますようにって変わったのよ。まあ、かなたちゃんもお祭りの準備で手伝うことがあったらよろしくね。かなたちゃん、明日からいよいよアルバイト開始よ。また詳しい話は明日の朝にするから。Thank you.
が消えゆ。帰ってきてくれるよね。